飯塚敏子は、日本の女優。本名、本間敏子。戦前の松竹時代劇を代表する女優の一人で、ある。1914年6月8日、埼玉県大里郡向川村民度に生まれる。生後間もなく、東京市芝区新橋にて、新橋旅館を経営していた実家に移る。したがって、現役時代の俳優名鑑等では、東京生まれと書かれたものも多い。小学校の頃から岡安木大八について三味線と尺八を学ぶ。1927年文化学院女学部に入学。同校の先輩に夏川静江、入江貴子、伊達聡子などがいる。家庭の事情により同校を3年で辞め、家業を手伝っていたが、1930年に雑誌婦人公論主催の美人投票に当選する。これをきっかけに同年11月付で、松竹蒲田撮影所に入社する。翌1931年2月の小津安二郎監督の淑女とひげで、主役の岡田時彦の相手役に抜擢され、女優デビュー。理知的な美貌で注目され、斎藤虎次郎監督、この穴を見よ、小川忠監督、真夜中商売などの蒲田名物のナンセンス喜劇のヒロインを務めたほか、上山宗仁主演の大作映画、愛よ、人類と共に、あれで助演。しかし、和服と日本髪が似合うことから、1931年8月に、松、竹下鴨に移籍。活動の重点を、現代劇から時代劇に移すことになる。以後、刀の中の父で、高田光吉の相手役を務めたのを皮切りに、犬塚実監督、女男の陽右衛門では、林長次郎と共演、続く、二川文太郎監督、投げ節矢之助前後編でも、長次郎の相手役を務める。投げ節では、当時17歳とは思えない成熟した色気と、情熱的な演技を見せ、雑誌、キネマ旬報の批評でも、その演技は絶賛された。翌1932年の正月映画、やじきた、美人騒動で、林、高田の二大スターと共演し、準幹部に昇格。劉作子、千早明子らの先輩を抑え、実質的な下鴨ナンバー1女優の地位を確立する。前年12月、13代目森田館いよいよの子で、歌舞伎界の新進、坂東幸太郎が、下鴨入りすると、そのデビュー作、世直し大明神で共演。以後も、広瀬五郎監督、鬼火、前後編。秋山耕作監督、甲州入住、同、忠治と三城太郎などの作品で相手役を務め、若い坂東、飯塚のコンビは、林長次郎に迫る人気を集めるようになる。また、同じ1932年秋、日活太秦撮影所員、永田正一から、破格の条件で引き抜き工作を受ける。彼女も一時その気になり、東京の実家で母と相談した言われるが、松竹幹部の引き止めにより結局転社を思いとどまる。当時の人気の高さを物語るエピソードの一つである。1933年1月、幹部に昇格。この年は、林長次郎、高田光吉、坂東幸太郎の相手役として、年間20本に出演。長次郎とは冬島泰三監督、四世宝願三部作。衣笠貞之介監督、恋なの銀平他7本、高田とは、江戸狩春二2本、そして、幸太郎とは、同じ目、一心、助け、降雪濡れ燕、この村大吉、猿翁街道他9本でコンビを組む。特に、降雪濡れ燕は、シマルによる主題歌、濡れ燕と共にヒットし、さらにこの頃から主演2人のロマンスが囁かれるようになる。翌1934年は、下鴨での出演作13本のうち実に8本が、幸太郎との共演で、野州本能寺、心中、一人虫、憂い風縁前後編などでコンビを組んだが、あまりの忙しさからか、野州本能寺撮影中に、胃痙攣で倒れ、さらに急性盲腸炎と腹膜炎を併発、緊急手術で命を取り留めるというアクシデントもあった。また、この年長次郎とは、靴掛時次郎、高田とは、大曽根達夫監督、次郎吉公した3本で共演した。翌1935年も、地煙工人山、けたぐり音頭など、出演した11本のうち8本が幸太郎の相手役であった。そして同年8月、幸太郎と結婚する。翌1936年、五所平之助監督に呼ばれ、松竹大船で現代劇、おぼろよの女に主演。芸者上がりの女給を好演した。翌1937年、出産と育児のために松竹を退社。以後は、同年の林長次郎の東方移籍により、名実ともに、下鴨の看板となった夫をおかげで支える側になり、映画出演も散発的になる。それでも、高田浩吉と共演した1939年の井上金太郎監督、月夜烏では、三味線の女師匠を熱演して、好評を博し、翌1940年に、続編、新月夜烏が作られた。第二次世界大戦中は映画の制作本数の減少もあり、夫婦で坂東幸太郎一座を結成し、東京、関西などを巡演。戦後の1949年まで続けた。この間、1944年の溝口健二監督、團十郎三代では、7代目の未亡人役で、夫ともに出演。ちなみにこの役は、撮影中に、盲腸炎で急逝した梅村陽子の代役であった。1946年には同じ溝の口監督の歌丸をめぐる5人の女で花魁高袖役を演じる。1949年に大映京都で市川歌右衛門主演飛騨の暴れん坊に出演したのを最後に映画界を引退した。1991年12月14日死去。ありがとうございます。